どうもこんにちは、黒柳です。今回はリアタイにおいて右打者揃いにする強さっていうのを紹介していこうかなと思います。ちょっと最近個人的に右打者の方が打ちやすいと感じてて、ルームとかランク戦とか右で固めてやってたんですけど、感覚的に右打者の方が狙い球が絞りやすくて非常にやりやすいんですよね。とは言っても僕は右も左も今まで同じように使ってきて、今たまたま右がやりやすいってだけで、もちろん左も好きなんでまた左打者を入れてオーダーを組んでるかもしれませんが、今回は右打者揃いはどう強いのかっていうのを軽く解説していこうかなと思います。例えば、ストレートとかが苦手な人って割と左打者で打てませんとか、左打者メインでオーダー組んでますって人の方がなんかイメージとしては多い気がするんですよね。まあ、なんでストレートが苦手と左打者が関係するのかっていうと、この画像を見てほしいんですけど、まずこの丸がストレートの着弾点、矢印の先端が横変化の着弾点と見てもらって、まあ、どんだけね左でストレートを張っててもある程度横変化の着弾点も意識してボールを見ないといけないので、どうしても反応が遅れちゃうと。で、一方で右打者の場合、この赤い縦ラインのストレートさえ意識すると大体全ての球種に対応できちゃうんですよね。まあ、ただ注意すべき点がこのライン上からのでかいツーシームを、まあ、振らないことですかね。僕はまあ全然ね振っちゃったりするんですけど、まあ、右パを極めてる人っていうのは本当にここを全く振ってこないっていうイメージが強くて、まあ、だからもう投げる球がないと本当ねお手上げ状態になるんですよ。まあ、でこのね内側のインコースの見極めが一つ注意すべき点かなと思います。それともう一つはストレートを張りすぎて、まあ、ボールからボールのねカットボールとかを振っちゃうと、まあ、特に大谷さんとか、まあ、そこも一つ注意すべき点かなと思います。なので左打者の時に由伸さんとかが相手投手できて、高速スライダーを振らないよう意識しすぎてツーシーム詰まるとか、ツーシーム意識しすぎて高速スライダー振ってしまうとか、まあ、そういう人っていうのは思い切って右で揃えてみると打率アップにつながる可能性がありますよというところなんですけど、まああと右打者揃いにするメリットは単純にランナー一塁でファーストライナーゲッツーになりにくいとか、まあ、守備変更で例えば引っ張り警戒をされても左の引っ張り警戒より極端ではないので、まあ普通に三遊間抜けてくれるとか、まあちょくちょくあるんですけど、まあそういったねメリットを踏まえた上で今からランク戦で右パの強さを見せていきたいと思います。オーダーはねこんな感じでいこうかなと思います。まあ、内野手は基本僕が普通に普段ねランク戦とか大会使ってるようなメンバーなんですけど、まあ、変更点があるとすれば外野ぐらいですかね。まあ、ライトに尾形さん、レフトに山本浩二さん、センターに新庄さんを入れました。右バッターのね外野手探したんですけどなかなかいなくて、まあ、一応ね田村さんとか持ってるんですけどちょっと育成の方がまだできてないんで、まあ、ベンチスタートという形で行こうかなと。本当にガチガチで右で組もうと思ったら多分あれなんですよ、レフト山内さんとか、まあ、ライトだとオリックスのね美濃田さんとか、まあ、オーダーに組み込むのが一番いいかなと思うんですけど、ちょっとまあ今回持ってないんで、まあ、いるメンバーでねちょっと試合していこうかなと思います。それではランク戦の方やっていきたいと思います。お願いします。いやめちゃくちゃ打率高い人来ましたね。殺兵でこんな打率高い人が来るなかなか珍しいですけど、頑張っていきます。いやーそうね、右バッターに対してちょっと嫌なところ、配球してて嫌なところがやっぱりなんだろうな、投げる球なくなっちゃうんですよね。特に大谷さんとか、いやーもう無理や。いやそうなんですよ、多分ねストレート狙いだと思ってるんですよね、おそらく。だからまあ簡単にストレートも投げにくいし、いややばい、いや甲斐さん3番って珍しい。だからもう全然大谷さんとかは配球しててもう左バッターの方がねもう全然配球しやすいんで、右バッターで固められると、まあ、そういったところでもなかなかちょっと対戦しにくいっていうところはぶっちゃけあるんですよね。まあ左バッターに対してはこのスライダーを見せときながらストレートで詰まらせていくっていう、
配球は組み立てれるんですけど、まあ、こう見せ球にしてね、まあ、でこう低めのボール球ぐらいに、あ、オッケー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 、いやー最高最高のゲッツー、これはでももう、 こう右バッターになってくると、いやとて、いや無理か、うん、本当投げる球がない、ストレートは離れてる、じゃあ他に何投げるってなった時に、もう高速カーブ、カット、スライダー、この辺になってくるんですけど、こうやってストレート張ってたら対応されちゃうんですよね。左バッターの方が本当ありがたい。とりあえずカットボールでカウント取ります。いやいや、うますぎる、無理や、これ無理や、これはもう右も左も関係なかった、この人にはうますぎる、変えるっつってもピッチャーいないしな。あ、この辺のボール球とか振ってくれたら戦いやすいですけど、フランか、多分ストレート張ってるんですよね。まあ一応見せ球としてボール球振ってもらうのを願うしかないんですけど、落とされると、いや厳しいな。まあ右バッターに対しての方が配球しやすいピッチャーっていうのも、ナイスキャッチいるんですけどね、もちろん。まあ、でかい通信持ちのピッチャーとか、インコースにとりあえず投げ込んどけば、いつか振るやろみたいな感じで配球はできるんですけど、まあ、大谷さんとか意外と難しいかな、右バッター揃いに対しては。ピッチャー、上沢さんですね。上沢さんは、僕は超高速あんま好きじゃないんですけど、まあ、ランク戦だとね、さすがに打てると思う。と思いたい。いやうん、この F っていうのが打ちにくいですよね、上沢さんは。ツーシームが全然曲がってこないっていうのを逆に打ちづらい。よし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 、やっぱランク戦はなんとか見えますね。なんかよっぽど完璧な裏を突かれない限りは。落ちて、よし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 、とりあえずコールドは回避しよう。上沢さんとかもね、よし、結構右バッターの方が打ちやすい感覚はありますね、僕の中で。うわもったいな、今の見えてたけど下行きすぎた、いやもったいない。うわマジか、やってるな。まあなんかとりあえずツーシームを張っとけばいいみたいな感覚で待てるんで、まあ左も一緒なんですけど別に。まああとスライダーカットボールですかね。オッケー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 。お、まあ多分おそらく内から入れてくると思うんで、まあ、そういうところの、まあ、打ち損じとか見極めをしっかりしていけば右は特に怖くないかなっていう。いや落ちて、いやめっちゃ詰まってるけど、危ない危ない危ない。じゃあここ代打送ります。まあ中島さんかな、一発打ったら逆転なんでね。あー東蔵さんか、東蔵さんね、結構あれですね、こう内からの横変化、こう結構正面ライナーとかになりやすいんで、まあ、スライダーとか大きかったらね、まあ、ちょっとそこを注意して本当に打てる球だけ打っていきます。まあ、これも一応ちょっと 見送ります。ストレート来てくれんかな。よし、てくれた。オッケー。まあ、スライダーとかね、結構ライナー系になりやすいんで、サードライナーとかに、そこをうまく打ち上げれるかなんですけど、あーもったいな。まあ、ストレート、ああいうナチュラルシュートですね、東條さんとか西さんとかは結構、まあ、飛んでいきやすいイメージがある。いやー抑えれるかな、これ多分無理よな。
これは無理だ。とりあえずストレート、オッケー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 、あと2個あと2個あと2個、ちょサークルチェンジとかね、緩急をちょっとつけてみます。もうとりあえず投げるとこないんで、超高速とかだったらね、ってよしよし、カットスライダー見せとけばストレートも生きてくるんですけど、でもそれでも打ってくるからな、うまい人は。いやうまい。結構甲斐さんってなんか使ってる人からしたらめっちゃなんか打ちやすいみたいな聞くんですけど、どうですか。うわオッケー、甲斐さんに代打送らん人にの甲斐さんに結構打たれてるイメージがある。ここで左バッターちょっと抑えたいですね。ここでカット、まあ視点を合わせてカットと、まあここから高速カーブを見せます。オッケーオッケー。でまあここでストレートを投げるのは簡単なんですけど、一回ちょっとね、あーかん、甘い、いやあれはボールにしてほしかったんですけど、まあ一回遊び球を入れてもいいかなって思ったんだが、ちょっと無理そうなんで変えます。疲労してるけど、いやタイピンでんか、このチェンジアップでカウントを取る。これはボール球で、うおーストライク、危ねえ。なんか疲労がいい感じに生きてますね。あとはここの高めのツーシームのボール球を打ち損じてくれるのを願うしかない。いやーカットがうまいっすね。いやーカットがうまい。簡単にアウトになってくれん。ちょっともうスタミナがないんですけど、スライダーでボール球お願いします。あばい、甘い、あぶねえ。ちょっと待って、投げる球ない。頼む、いいとこ決まって、よっしゃ抑えた。あぶねえ。対戦ありがとうございました。まあね、こんな感じでピッチャー目線からしても右バッター結構嫌ですし、まあこう打者目線でもね結構、まあ速球が苦手な人とかは右で一回固めてみてもいいんじゃないかなと思います。逆にね左で固めてみて、まあ、とりあえず統一してみるっていうのも全然ありなんで、まあ、打率がなかなか上がってこない人ね、一回試してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。